ビド君、アブラハム・ローリッツ、ヤンセン・クビスリングは、20世紀前半のノルウェーの、軍人、政治家。第2次世界大戦時に、ナツスのノルウェー占領に協力して、傀儡政権、クビスリング政権の指導者となり、戦後処刑された。ルター派の聖職者の家庭に生まれる。ノルウェー軍に入隊し、士官学校を優秀な成績で卒業。 その実績で参謀本部の将校となる。最初のうちは、ロシア革命に共感して、社会主義よりの思想を持っていたが、1920年代に、フリチョフ南戦と共に、ソ連の気が救済に当たったことをきっかけとして、社会主義から離れ民族主義に目覚めた。1931年に成立した、農民党内閣に国防省として入閣。 国防省辞任後の1933年5月17日にナチスに反を取ったファシズム政党である国民連合を創設した。国民連合は決闘当初は、教会の支援もあって成功したものの、次第に反ユダヤ主義職をくしていくとともに支持を失っていく。その一方で、彼はナチスの思想家、アルフレート・ローゼンベルクの 北海帝国構想に共感し、1939年にはアドルフ・ヒトラーとも会見している。1940年4月9日にナチスが北欧侵攻の一環としてノルウェーに侵入すると戦争の混乱を縫って全権掌握を宣言、ドイツ国防軍侵略の手引きをした。このことによりクビスリングの名は売国奴の代名詞として知られるようになり、 しばしばジョークにも使われた。ヨーロッパのいくつかの言語では、クイスリングという単語が、売国やつや、第五列などを意味する普通名詞として辞書に、掲載されている。ドイツ国防軍が、ノルウェー全土を掌握すると、国家全権委員に着任したヨーゼフ・テアボーフェンの、下で名ばかりの指導者として振る舞っていたが、ノルウェー国内でのレジスタンス運動が、 活発化したことを見計らって1942年にヒトラーによって首相の権限を与えられた。1945年5月9日、クビスリングは連合国軍に逮捕された。国民連合の指導者や傀儡政権の閣僚と共に国家反逆罪で裁判にかけられ、重殺刑に処せられた。ありがとうございます。